別にね、カリッとするまでね、炒めなくていいんですよ。ひたひたに使ってますよ、これね。どうも、チャオリの皆さん、チャオリです。チャオリさん、チャオリさん、サイヤさん。はい、ということで、無理にテンション上げたんですけども、テンション自体上がっております。なぜかというと、3本目なんでね。はい、そうです。今回はね、夏にぴったりのお肉のね、漬け、まあ、漬けっていうと大体野菜漬けとか、ね、なす漬けっていう、あの頭おかしいぐらい美味しいレシピをやったんですけど、それすごい好評なんですけども、今回ねお肉を漬けます。僕がお肉が好きだから、お肉が漬けだから、今回は無限大葉肉漬け、これは本当におすすめなんで、今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料なんですけども、まあお肉ですね、肉漬けなんで、豚バラ肉今回用意しました。まあロース肉とかでもできなくはないです。バラ肉なんですけども 250g ぐらい、大葉が10枚、まあまあ1パックですね、これね。長ネギが1本大体 100g ぐらいです。あと生姜 15g、 鷹の爪、はい、あとは調味料は概要欄で買ってありますので、それでよろしくお願いします。この肉漬けを作る上で何が重要かっていうところなんですけども、あのお肉をね、ちょっと調味料に漬けていく料理なんですよ。なんでやっぱね、漬けられる食材の気持ちを考慮しないといけないと思います。あのやっぱ食材の気持ちになるっていうことがすごく大事なんで、今回はですね、僕を酒漬けにしていきます。ということで乾杯。あー、使った旨味をドロドロ巻き散らしながら肉漬けをしていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずね、あのちょっとこれ、あのもともとこうだったんですけど、切っちゃったんですけども、まずね、長ネギこうやってね、半分に切るんですよ。半分に切って、わかります、こんな感じで、ね、斜めに切っていくんですね。小口切りでもいいんですけども、小口切りってね、めんどくさいんですよ、あれね。なんでこんな感じで切っていくと、なんかこうね、白髪ネギじゃないですけども、いい感じのね、切り方になる。半分に切って斜めに切るとすごい早いんですよね。小口切りするよりはこうやって斜め切った方が楽ですね。はい、こっちはね、青ネギの部分で使うんですよ。青ネギってこれ分かりますかね、あのここ砂噛んでたりするんですよ。砂噛んでたりするんで、これ洗ってください。半分に切りますね。半分に切ったらこれと同じように斜めに、いい感じに、いいジャンプで切って1本使うんで、白いところと青いところが両方あるような感じに、あの仕上がると思います。基本的にね、白いところが食べやすいってされてるんですけども、青いところの香りが出てね、すごく美味しいんでね、漬けるとね。漬け汁を入れるタッパーを用意します。ギョリッとね、ネギもの、あの入れてください。生姜なんつうのは、まあまあこうやってスライスするじゃないですか。またこんな感じスライスですね。あのおろしても悪くないんですけども、今回はね、あのスライスでちょっとお肉とこの生姜を巻き込んで食べるような感じで、これがねすごいね、香りをよく出すんですよ。これがね、ここ硬いんでね、ちょっと切ってこうくるくる巻くんですよ、こうやって。でこれね、最後にのせるんで、具材に取っておきましょう。で、ね、ちょっとね、水を振っておくといいです。若干の水を含ませました。はい、これで乾燥しないです。今回ね、スーパーで売ってた豚バラなんですけども、これだとねちょっとね長いんですよね。ではね、半分ぐらいにしましょう。だいたいね、4、5cm ぐらいの、厚さに、長さに切ると非常に良いです。はい、こんな感じ。はい、こんな感じね。じゃあね、今度はね、漬け汁を作っていきます。CC のポン酢です。こうバーって入れます。これで CC の水で、ちょっとね、ポン酢だけだとね濃いんですよ。ここに鷹の爪、鷹の爪はね、もうなんかもうこれぐらい、これぐらいね、2、3本、僕は辛いの好きなんで結構入れちゃいます。オイスターソースですね。はい、これ大さじ1杯混ぜて おいてください。で、このネギって辛み抜いてないんですよ。なんですけど、ネギっていうのは水分につけておくと辛みがね、かなりね、その水分に抜けていくんで、全体的にね、すごく食べやすくなるんです。でネギはね、なるべくだったら細めに切った方がいいです、僕みたいな感じで。このね、ポン酢オイスター漬け汁、さえられないです。ちょっとね、甘みがあった方がね、コクが出るんで、お砂糖ね、小さじ2杯入れます。はい、最後ね、ごま油、これね大さじ2杯ぐらい。
ごま油あるとね、やっぱね香味感が出るんですよね。これはね最強のつけ汁なので、大体何入れても美味しいですね。何でも合います。もう最強のタレです、これは。でこいつね冷やしておく。冷やしておくことによってあのネギの辛みが抜けます。焼き漬けってあの新潟県の料理であるんですけどね。あるよな。わからん。はい、新潟人のちょっと哲也を知らなかった。あ、新潟なんだ。お魚を焼いて漬けたやつがあるんですよ、新潟の郷土料理で。まあ、僕ご当地レシピとか書いてるんで、いろいろ調べたんですけども、お魚焼いてタレに漬けるっていう料理があるんですけども、それを豚肉でやります。はい、で豚バラでね、僕ね茹でもやったんですけど、この豚バラね、あの焼きのがうまい。なんでかっていうと、焼くといい感じにこの豚バラの脂が出るんですね。なんでね、あの漬けに向くようになります。で、できればこう、できれば、あんまりできてないんですけども、できればこうやって広げながらね、お肉を広げながら焼いてください。はい、そうするといい感じに脂が出てきます。ちょっと剥がしながらやっていくといいかな。ちょっとね、炒めて油抜いた方がね、うまいっす、これ。はい、漬ける場合はね。で、余計な油も出てきます。茹でとかになっちゃうと、冷えた時に油がガチガチになっちゃって美味しくないんで、油身が出てくるんですよ。はい、この豚から出た油は今回使わないんで、別にね、カリッとするまでね、炒めなくていいんですよ。全体がね、もうほんと炒まったなって思ったら、油を落としながらここに入れていく。あの、あったかいままでいいです。どうせね、このまま冷ましちゃうんでね。つゆはね、冷たいままなんで、油がどんどん絡まってしまうと、あのこのタレの中でね、あの固まっちゃうんですね。広げてやった方がいいかな。ちょっとフライパンでね、これぐらいの油残るんで、取っといて炒め物とかに使ってラードなんでね、全体混ぜていくんですね。ネギがね、お肉を覆うような感じでつけてってもらいたいんですね。ほんと最高にうまいんですよ、これ。冷蔵庫でね、あの冷やすのね、15分から30分ぐらいで全然平気です。あの冷凍庫とかで冷やしちゃえばもっと短くていいです。あのこれ全体が冷えたら完成なんで、つけだれがうまいんですよね、これ。オイスターソースとポン酢ってこんな相性がいいんだってね、みんなにね、分からせたい。切った大葉あるじゃないですか、大葉、ラブイズ大葉、これを、絞って、ここにこうちょっと散らします。こいつがね、あのまたいい仕事してくれるんですよ。爽やかさ、っていうのをねもたらしてくれるんで、いりごまもぶしながらやるとね、香りが出てきますんで、絶対うまいの分かります。皆さん、このままで食べてもうまいんですけど、ちょっと味をなじませるために、冷蔵庫、あのもし急いでる方なら冷凍庫を使っていただいてもいいです。あの冷凍庫だったら15分、冷蔵庫だったら、30分から40分つけておきます。よいしょ。はい、ということで冷凍庫で15分つけて、あの周りかなり冷えてます。はい、じゃあ、あの、まあ、冷蔵庫だったらね、30分つけてください、ね、こんな感じでございます。どうですかこれ。ひたひたに使ってますね、これね、こちらで無限肉焼き漬け完成でございます。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ、これいただきます。うわぁ、最高だね。こんなうまい肉料理あるかっていうぐらいうまいっす。ネギ、大葉、あと生姜、缶詰が入ってて、これをギュッとこうつけてあるんで、香りが半端ない。夏の風を感じます。15年後の8月も食べたい。お肉の南蛮漬けに近いですね、これね。これビールだな、これ。七味かけますね。あ、これがめちゃめちゃ、いでよ酒くず。あ、うまい。今年は夏祭りも行けないので、ちょっとさっぱりした料理作りましたんで、皆さんいただきます。いただきます。漬け込み時間10分。うまっ。これはうまいだろ。うまっ。薬味が全部ちゃんとそれぞれ効いててさっぱりして超いいですね、これ。1日ぐらい漬け込むってなったら、食べる時に1回常温にした方が油が固まっちゃうから、保存は全然できるんだけど、常温にするとあの油がまた溶けてうまいから。しゃぶしゃぶ肉とかじゃなくて豚バラのスライスでいいから。漬け込みがね、短いっていうのが俺好き。これまで漬けるってよう考えたね。肉あんま漬けないんだけどね。豚バラね、油多いはずなのに、すごいさっぱり食えますもんね。
まあ焼いたのは今日が初めてなんだけど今日できたっていうアドリブで、アドリブで量を感じるね。冷たいお肉もいいと思うんでやってみていただきたいと思いますんで、これからちょっと僕ら飲みますんで、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。やってみてください。